はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日が検定ですよね。学科教習すぐ終わるかな。スムーズに終わればいいですけどね。45点以上か。前回も結構苦戦しました。これ丸かな、バツだったかな。丸でいいか。停車が禁止されてないや。あ、こういうね、スタイルが変わる問題もあるんだよね。いや、最近ね、自分の動画をね見返す時があるんですけど、今日だとなんかね、ホビーランドポチ来年の1月の11、12、13だったかな。ホビーランドポチのポチフェスあるってね。その動画ね、ちょっと見直し感覚で、チェックしたんですよ。そしたら広告10秒ぐらいの広告流れてましてね。いや、こんな、動画のね、総時間3分ぐらいしかね、3分ぐらいの動画しかないのに、なんか、広告が流れててね。前はさ、3秒ぐらいしたら広告スキップできるあれがあったんですけどね。なんか今はもう本当にスキップできないもんね。15秒の広告だったら15秒見てからじゃないと先進めないっていう、ね、なんかね、結構でずっと広告スキップしてないと、なんか2本目3本目の広告がずっと流れてね。なんか結構あれだよね、広告多くなってきたなって。昔に比べて結構広告スキップできる環境下じゃなくなってきたなっていうのが。そう思いますね。しかし問題解きながらなんか別のこと喋ると結構難しいもんだ。なんだこれ、対向車と行き違って歩行者の速を通過する方が、左に寄った方がいいのかな。これ罰っぽいよね。停車5分間停止、人を待つのに5分間ってダメなんじゃない。あ、ちょっと待って、前の問題、停車になる、駐車になるんじゃないかなと思うんだけどね。横断歩道でなんか停車しちゃいけない、荷物下ろしちゃいけないじゃん。あ、出た。ね、こうやって黙っちゃうからね、やっぱ難しいよ、ゲーム実況ってね、本当に。あとリアクションが面白いとかね、そういうのがね、グッドゲームチャンネルさんみたいにね、制限80とかってね、あそこまでバカになれないからね、やっぱね、
ぱバカになれる人ほど、なんていうんですかね、YouTube で登録者数を稼いでいけるんじゃないかなって、そういう感じもしますね。ああ周囲が暗く歩行者横断するかどうかが分からない、横断する前にこれ罰っぽいよね。左側の横断歩道全体をよく確かめる、あるかな。これ罰っぽいよね。歩行者だけっていうの通過できないんじゃない、うん、5分間ってなるんじゃなかったかな。追い抜けもダメじゃなかった。駐車だね。これは駐車できないんだっけ、これ。あれ駐車だっけ。 あ駐車だね、確か。踏切とその足換え前後 10m 駐停車禁止であるが、人の利用のためなら停車できないんじゃない。そのままの速度で、このままの速度でっていうのが間違ってるっぽいけどね。センターラインに寄らない方がいいんじゃない。要素がそのままの速度、そのままの速度で進行するっていうのが罰っぽいよ。最高速度80キロ、60キロじゃん。進行車に直進するときはどのようなことに注意して運転しますか。ああそうだね、前方の歩行者をこのまま速度で進行する。まあこれも罰だよね。まあ、途中で前方の歩行者がねこける場合もありますから、ね、そのままの速度で行ってしまうと引いてしまう可能性もあります。ああ止まった。車がいないように思う。バスが通過した後素早く、わかんないね、これじゃん。素早く設置する罰。素早くとかね、そういうのがありません。交差点右折待ちをしていたら対向車が止まって、どのようなことに注意して運転しますか。素早く右折するっていうのは罰だね。これもあれだね、高速道路本線車線180キロで進行、どうやって注意してるんだ。こういうスタイルの問題多いんだ。加速車線を走る車が合流してくるかもしれない。右側の車線、これ罰っぽいよ。そのまま進行するっていうのはね、ちょっとわかんない、間違ってるっぽいけど、特に注意をしないでそのまま進行するっていうのが罰。 30m 手前 A 車の B の方が正しいから罰や。徐行したことになる、これ罰だ。5分以内の停車は駐車、停車じゃん。どの通行帯を通行してるの、罰。駐車禁止は停車は禁止ではない、丸。
見出してはいけないね。駐車になっちゃう。自転車横断というすぐそば駐車や停車をしても良い。してはいけないじゃん。はみ出して積むことできるんだっけ。ちょっとわかんないな。罰っぽい。最高速度60キロだっけ。あ、自動運転は確かそうだよね。うん、いなくなるので速度上げて進行するっていうのが罰っぽい。速度落として十分注意して進行する。丸だね。直接見ない、ライトは直接見ない方がいい。乗車定員ジュニア車大型免許でないと、あ、これちょっと分かんない。試験終了。難しいね。ちょっと難しかったな。45って難しくね。ああ、44点だった。何間違ったの。メモしながらねやった方がいいんだけど。ボールペンあるかな。ちょっとメモしながらやりましょう、ね、忘れちゃうからね、すぐ。間違った問題だっけ。じゃあどのようなことに注意して運転しますか。加速してし、何間違ったんだろうこれ。どれ間違ったのかがわかんないけど。対向車と速度を左に寄って停止する。接触する恐れは、これ×。これちょっと悩んだけど、あ、正しいんだ。対向車と行き違ってから、これそう、あ、これ丸なんだ。へえ。警報器を鳴らしてっていうの。17番。荷物を積む運転手は体験運転することができるときは、その車の右側に、あ、運転手は直ちに運転できるときは誘致が右側に 3.5 メートル誘致がなくても駐車できる。これ丸なんだ。こういうの、こういう、ああいう感じの問題って結構ね、だ、罰っぽい雰囲気出してくるけど違うんだ。乗り降りのための停車は5分を超えても停車である。あ、人の乗り降りのための停車は、あ、そうなんだ。あ、これバスってこと。バスは OK ってこと。バスを、そう、バス前提の話なの。注意して運転車。あ、これ丸なんだ。へえ、これ間違えたんだろう。バツだね。あ、これはまあ比較的、あ、これ、こういう問題ってあれか、3つ全部当たって正解ってことか。人を待つために5分以内の停止が駐車、あ、駐車になる。あ、これね、停車、駐車定員12の車、大型免許でないと思ってて。違うんだ。普通免許で運転できるんだ。10人は OK。 わかりました。やっぱ一発合格とはなりませんでした。でも44点だった。だからあと 2,3 回やればクリアできる。試験開始。 OK。で、道路に面した駐車に出入りするため路側帯を横切る歩行者がいなければ、
あれ、道路に面した駐車で出入りするため路側帯を横切るとき歩行者がいなければ、歩行者がいなければ徐行、一時停止じゃなかったこれ、駐車となる丸、乗車定員6人、これクリア、あ、乗せることできんじゃん、 30m 手前へ歩道に乗り上げて駐車してはいけない、あ、これはそうですね、これは大体わかります。なんかでもね、あの日本一周旅行したあのユタボンさんのね父親がなんか歩道に乗り上げて駐車したとか、なんかそんな問題になってました。これは駐車になるって罰ですね。歩道や路側帯の道路で駐車するときは道路の左端に沿って止め、丸かな、駐車点に普通乗用車であれば通行できると思う、徐行したこと、あ、間違えた、 50km 間近から 20km 間近に速度落としても徐行したことになる、あ、これ丸ですね、これ丸、確かこれは徐行したことにはなる、標識は表示で指定されていない一般道路で大型貨物を追い越しをするときに出すことができる最高速度はこれ60キロ、一般道路だよね、×、あ、これ答え分かんない、後回しにするときはこういうふうに三角ボタンで赤でチェックできるんだね、初めて聞きました、聞きましたね、知りました、駐車違反となります、警察、トラックに荷物を積んだとき荷物の見張りをさせるため荷台に1人を乗せるときは許可を受けなくてはならない、あれそうなの、これバツで受けなくてもいいんじゃないかなと、通じ免許を持っている者は最大 5000kg の貨物自動車を転移した、これどうだろう、丸かな、丸っぽいけど、原付普通免許など取得しない時、運気管内に違反などをし一定の基準に該当すると初心者講習を受けること、初心者講習でいいのかな、丸っぽい、やむを得ず必要、うん、まあ、あってあるに越したことはないから丸だろう、うん、約3秒、これは B の方が正しいので×、駐車停止をしても良い×、丸だよ、駐車に人を待つためだから丸だよ、あれた、こういう問題ね、横断する、急いで左折するっていうダメだよ、よく確かめる、左前方の左前方の歩行者だけに注意してだけっていうのがね、罰っぽい、10キロで進行している、注意して左折、よく確かめる、あ、自転車を先に行かせてから左折、灯火をつけなければならない、積んではいけないんじゃなかったかな、合流してくるかも、安全を確かめてから見ない、これ丸だったよね、最初僕×だと思ったんだけどね、
そのまま進行する×。特に注意をしないでっていうのはね、駐車してはダメ。速度上げて進行する、対向車と速度落として十分注意して進行する。対向車のライトを直接見て 目を明るさによく慣らしてから進行すると。罰だよね。100km してるときは 100km で車間距離を取らなきゃいけないから罰。徐行して進行する。ああそうだ、3秒前だからですよね。路側帯の幅が、駐車する、多分丸だと思う。どの通行帯通行してんの。加速して進行する、これ×だもんね。速度を落としてから左に、停止する、これ丸なんだよね。軽音器を鳴らしてそのまま速度で進行する、×。全員消灯つけた方がいい。駐車はできる。さっきも出たね、俺×かなと思ったら丸なんです。ああ日本線が引いてある路側帯は駐車して入っちゃいけないっていうか、駐車しちゃいけないから×。止まれるような速度に落とす、このままの速度じゃない、このままの速度で進行する、これ×。バスの停留所の表示板から 10m 以内の場所、バス表示管内は他の駐停車してはならない。人の乗り物のためなら駐車で停車できる、できない。歩道に乗り上げて駐車してもね、ああ、ユタフォンの父親ね。歩道に乗り上げて駐車したとかね、問題になってたと。センターラインを越えてそのまま、このままっていうのがなんか罰っぽい。止まれるような速度としてバスの速度を進行する、いつでも止まるような速度で進行する、はい。最低でも 100m くらい必要である、丸。5分以内の停車、確かダメなんだよね、横断歩道の手前で停車しちゃう。駐車するとき、信じれば場所に P の位置、場所に関係なく P の位置に入れる、×じゃん。そのままの速度で進行、ちょっと罰っぽいよ。これ罰だよ。なんかセンターラインに寄りって寄らない方が良さそうだ。そのままの速度で進行する、ちょっと駐車になる。このまま、このままとか罰だよね、多分。どうでしょう、これでいいんじゃないですかね。試験終了。結構時間かかってるね。何分やった、あ、24分。前回の動画は10分で済みましたけど、
お、46点だ。ああ、やっとクリアできました。何間違ったんだろうね。あ、ダメなんだ。2人と計算します。12歳未満の子供さんには大人2人。お、6人。することはできないと。え、どういうこと？子供3人は大人2人、大人2人、大人5人、運転手入れて6人。あれ、いいんじゃないの？ダメなの？これダメなのかな？ダメなんだ。最大 5000kg 運転して、あ、普通免許では運転できる。P の位置にチェンジする場所に関して P の位置に入れておくんだ。あ、パーキングか。そうそうそうだ。あ、5分を超えても停車。停車なんだ。あ、そうだ、さっきの問題間違ったね。同じミスを何回も繰り返して。そうですよね。まあ、この YouTube のね、動画トークも同じことを毎回やってるからね、登録者数が増えないっていうね、まあそういうあれでもあります。全然ね、トークも工夫しない、何もしないっていうね、だから登録者数が伸びないっていうね、まあそういうことになります。全く努力する気がないっていうね。まあ、困っちゃいますけどね。まあね、どうせ YouTube をやるならね、登録者数増やして、再生時間増やしてって、まあ、大体の人がね、考えるんですけど、僕は全然気にしないっていうね。気にする気もないっていうか、もうどうしようもないっていうかね。まあ、いいや。でも、とにかくね、なんか何でもいいから喋れればいいなって。50文字でも何でもね、いいんで、まあ、50字くらい喋れれば十分でしょう、自分では。はい、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。